皆さんこんにちは。今回何に関してね言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方から質問をいただきました。その質問に対してのご回答させていただきたいと思います。これは何かっていうと、いわゆる海外旅行、まあ、旅行会社なんかでね、ファケさん申し込むと一人追加代金ってかかる、これはなんで一人追加代金がかかるんですかという質問をいただきました。元旅行会社で、航空券パッケージツアーなんかを手配してきた身ですので、その中でね言及させていただきたいと思います。既に、まあ、現地でも働いてたのでその事情もよく分かってるわけだけど、これはなぜかということです。例えばまあね、10万円のツアーがあったとしても、ヨーロッパに行く10万円と安いツアーがあったとしましょう。その中で一人追加代金っていうのが3万円4万円かかるということで、最初見た時に10万円で行けると思って行ったけど、一人追加代金、まあこれは何回もねツアーで申し込んでる人はよく知ってることだと思うし、自分のように旅行会社働いてくるのはもちろん当たり前でも知ってることなんだけど、それはなぜかなんです。ツアーというのはですね、まあ企画する場合ね、まあ航空券を仕入れて、これも安くねグループで仕入れたりする、で確保して、で安く仕入れて、ホテルに関しては現地支店か、もしくは現地で、提携がある旅行会社にランドオペレーターのねところと契約してやって、ホテルとかを仕入れる。で、現地のツアー、どこどこ行くツアーとかね、例えば、まあ、フランス、パリ行くんだったら、モン・サン・ミシェル行くツアーをそれ組み込んだりして、やっていく。あとは送迎ね、往復の送迎、空港送迎。そういったものを組み込んでいって、料金を換算して出していって、ツアー代金、自分たち利益も入れてね、利益っていうのは本当に利益率では、ここ最近やっぱり多くの旅行会社ができて、他社がいてね、やっぱり安さを求める人が多いので、その中でどうしてもね安く設定していかないといけないということで、結構その利益率も低かったりするんです。だから薄利多売でやらないとっていうのが最近のこの旅行会社の実情でね、だから旅行会社の社員の給料安かったりするんだけど、で、その中で、じゃあなんで一人追加代金なのかっていうと、ホテルの関しては、基本的に、まあ、日本だとね一人いくらじゃないですか、一部屋じゃなくて。でも海外だと基本的に一部屋あたりの価格なんです。例えば一部屋1万円だとしましょう。それを、一部屋1万円で、するところだとしたら、2人で使えば1人5000円になるじゃないですか。でその料金でツアーを組み立ててるので、その上でじゃあ1人になった場合は、じゃあその1人代金ということで1人まあね1人5000円のところが2人だったら、5000円のところ2人で泊まれば1人5000円のところが1人泊まれば1人1万円ということです。これが6泊しましょう。5630で3万円ですよね。だからその価格がプラスで上乗せされるってことなんです。でよくね、誰かがまあそのいわゆるじゃあ最初から1人料金で出してた方がいいんじゃないかっていうね、その方、そしてその2人とかね3人で参加するときは、2人とか3人で参加するときはそれを割引がいいんじゃないかっていう話があるんだけど、まあ基本的に行くのは2人とかが多いと思うんですね。3人はそんなにないかな。で1人っていうところがあるんだけど、その中であとは、その割合的なものと、あとはできるだけ安く見せたいってあるんですね、旅行会社としてもね。で、そういうふうにやってって、だから高く見せるよりも、ね、高く最初設定出して広告出すじゃないですか。で、まあ、実際割引料金書いてあるんだけど、高い料金で設定出すよりも安い料金で出したいってあるんで、これ最初どこが最初に始めたかわからないんだけど、そういうふうになってるんで、例えば自分たちがじゃあそういうふうに一人代金の料金を乗せて、そこから2人3人っていう場合に割引いていくってなると、他社がそういうふうにしてないので、自分たちの会社だけ高く見えてしまうんですね。だからそれなかなかできないのもあると思うんです。うん、なのでまあそこはね致し方ないこともあるのかなって感じはします。いずれにし、ね、しても先ほど言ったように一人部屋追加代金っていうのは、部屋代金がまあ一部屋あたりね、かかるということで、一部屋あたりの料金なので、日本とは違って一人一人じゃないので、ね、そういったところからですが、2人で、利用した料金、1万円だったら1人5000円の料金でツアーを組み立ててるでってことなんです。ということで、元旅行会社で、ね、働いてきて手配をさせていただきた身の自分が語らさせていただきました。皆さんもね、旅行とか海外のことで何かわからないことがあれば、このような形でね、解説させていただきますので、ぜひともね、ね、質問いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。